客席を覗いてみると、ナガル、なんで泣いてるの？誰よりも高く飛べで、ユミと2人で背中を押す手をこう伸ばすシーンがあるんですけど、あそこ今日ユミが1人で頑張ってて、いつもすごい甘えん坊さんなのに、すごいステージではかっこよく見えて、それに感激しちゃいました。